まあ、苦手なことで生きていくっていうのをちょっと大切かもしれないですね。どんなビデオを見ながら今日過ごしてきたかっていうことですね。まあ、ラブ&フリーダムさんの話聞きましたか？ボス弁が、まあ、身を引いてくれと、まあ、そういうことを言ったと。まあ、本当、今の時代っていうか、本当、就職難、転職難って本当大変ですよね。まあ、私自身も、まあ、一昨年から去年にかけて、まあ、なんと時給200円で、在宅の仕事やったことあるんですよ。大阪のにある、特区民泊の、民泊メール代行の、まあ、アルバイトっていうか個人事業っていうんですかね。それをやったことがあって、だけども、時給200円でどんどん仕事内容増えていって、まあ、それは向こうずうずうしいでしょうね。無人民泊とかやってる人たちなんでね。で、仕事減らそうとしたらなんか嫌な顔する。で、新しい人を見つける手助けとかも私したんですけど、新しい人来るわけないんでね。まあ、そこの社長、まあ、なんとね、まあ、国立大学のね、神戸大学の、まあ、法律学部を出た人でゴンスよね。まあ、あれこれ私に脅しとかかけてきたんですけれどもね。まあ、辞めるな、みたいなことを。だけど、まあ、大阪中央労働基準監督署とか、なんか、ろ、えっと、そう、ん？あ、労評を大阪本部の人とも相談して、で、それで、まあ、8ヶ月かかって、その賃金未払い分を、まあ、自力で取り返したんですよ。DIY、 Do it yourself の、まあ、取り立てみたいなこと、まあ、自分でやって、で、まあ、ラブ&フリーダムさんは私のこのビデオ、まあ、多分聞いてないと思いますけども、無人民泊のビジネスはちょっと気をつけた方がいいかなと思いますね。まあ、私が引っかかったのは大阪特区の仕事なんですけども、浪速区と天王寺区にある会社ですよ。で、でしかもね、その社長が、その法律学部を出た社長さん、忌々しいことに、ワインのソムリエなんですよ。で、ソムリエってなんかバーテンダーのことをなんかバカにしてるらしいんですね。バーテンダーなんてただミックスしてるだけだろうみたいに。まあ、まあ、私その社長には言ってませんけどね。バーテンダーになるために勉強してるとかそういうことは言ってないですけど、まあ、そういう感じなんで、まあ、まあ、ちゃんとした会社だったら、まあ、就職とかバイト、個人事業主にして、まあ、やっていいかもしれないですけれど、まあ、まあ、就職とかバイトって考えた場合、無人民泊って、ちょっと私は、あんまりおすすめはしないですね。まあ、例えば無人民泊の部屋で何かが壊れたとか、壊れちゃったとか、なくなっちゃったって時に、お客さんと、ゲストと清掃する人と、あと時々見回りに行く民泊の、まあ、で働いてる人の間で、まあ、罪のなすり合いが始まるわけじゃないですか。まあ、私なんかは、在宅勤務、まあ、在宅で働いてたんで、まあ、現場には行ってないからいいようなものの、なので、まあ、まあ、ラブリーさんがどういう仕事、これ、
から探すのか、まあ、わかんないですけども、あで、まあ、まあ、こういうね、まあ、理不尽っていうか、まあ、コロナの後は、マネジメントがどうこうこうこうなるから、まあ、身を引いてほしいっていう、そういう、ボス弁さんからの話でしたけれども、まあ、まあ、いわゆる、まあ、バジェットカットっていうんでしたっけ、その、まあ、そりゃ、今、まあ、どこも利益が落ちてるってそういうことなんですかね。まあ、だけど今ドメスティックバイオレンスが流行ってきてるから、そっちの方でまあ離婚とかそういうのも増えてきてるんじゃないかなとも思いますけれどもね。まあだけどなんか弁護士さんは、弁護士の先生3人でしたっけ、ボス便、ボス便とあやめ先生と若い男の先生で、なんかいわゆる弁護士会計士税理士とかっての事務所、まあ、特許事務所とか、その例えば先生が2人いたら事務員1人とか、先生3人だったら事務員2人とか、なんかちょっとそのぐらいの構成なのかなとか、例えばまあ私が独身の頃だと。で今なんかはもうもうみんな携帯スマホを持ってるから電話番とかもそんなに必要ないだろうし、なんか、弁護士3人のところに事務員1人とかパラリーガル1人とかじゃダメなのかなみたいにもちょっと思ったりやなんかもするんですけれどもね。でまあラブリさんは今人付き合いも特にない、まあ、自転車の彼女とかベリーショートとかの彼女とかそういう話ありますけども、まあ、家族親戚とかとは疎遠になってるってことで、どうなんでしょうね、その親子の関係。例えば今回まあなんかリストラまがいなことをされたって時にどうなんでしょうね、まあ、お父様もお母様もどうなんでしょう、まあ、上級国民さんだからあんまりのラブフリさんのことを罵るようなことは言わないでしょうね。言わなければ嬉しいっていうか、まあもし、まあ、仮にですよ、まあ、あんまり毛並みの良くないような人だと、まあ、お前がしっかりしないからだとかなんか罵る可能性ありますよね。だけどどうなんでしょうね、まあ親御さん、せっかく親御さんが上級国民なのにまあ疎遠ってことでどうなんでしょうね、まあバイトなり仕事なり何か、まあ探すのって協力してくれたりとか、まあもうコネなしで何かやろうとするともうブラック企業しかないんじゃないんですかね。今の時代っていうか、まあ20年ぐらい前からそうかもしれないですけども、まあ、私も若い頃はまあ、私今ちょうどぴったり50歳ですけど、若い頃は私もちょっと生意気っていうか、今よりもまだ角があって、コネで何か探すのとかすごい嫌だったんですよね。だけど、まあ、今は私は別にコネでもどっかなんか探すことに関して私は別に恥ずかしいと思わない。まあ、なぜかっていうと私今人付き合いがもう、まあ、1.5、 まあ、私友達の数が、まあ、2.5 人ぐらいしかいないんですよ。リアルの世界では日本アメリカとひっくるめて。でなので私が何かこけたとしても私ごと笑ったりバカにしたりする人いないんですよね。多分ラブフリさんもちょっとそういう状態なんじゃないですかね。その無職になってもそんな笑ったりバカにしたりする人は今はいないと、そういう感じだと思うんですよね。まあそれはありがたいことなんじゃないかなとか思うんですよね。でラブフリさんの親御さん、まあなんだせっかく保証人になったのに半年でしたっけ
7ヶ月、まあ、半年でもう追い出されたのかとか、そういうことは言わない人だと思いますけど、まあ、上級国民さんってポーカーフェイスが上手ですからね。まあ、だけども遠慮のいらない相手の場合は、まあ、ポーカーフェイスすらしないであからさまにバカにしてきたりっていうのもあるかもしれないですけれどもね。まあ、まあ、ご両親、まあ、お父様は新しく結婚して子供もいると、そういう子供を産める年代の女性と結婚できるってことは、まあ、相当な、まああのまあ、一流企業かなんかで働いてるんですかね。まあ、お母様は年齢のことがあってっていうか、まあ、再婚先ではお子様はいらっしゃらないと。まあ、でも、まあうん、まあご両親から嫌なことは言われないんじゃないかなとは思いますけれどもね。まあ、ご両親だって離婚したり再婚したりで、それまあ実際く苦しめてるわけですもんね、そのラブフリさんを。まあ私なんかは例えば近所とか私の知ってる人とかで、まあ、離婚とか再婚とかしたら、ああへえそうなので終わりますけど、まあ、私はラブフリさんのファンでビデオもう毎日聞いてるわけなんでね。まあまあ理不尽、まあどういう働き方になるんですかね。まあ働き方改革って どういう意味なんですかね。正社員に転職したい人たちはブラック企業で我慢しろとか、あとはまあブランクがある人、そのまあ一旦家庭に入ってまた働きたいとか、そういう人はもうまあ、フリーランスっていうとかっこいい、まあ、体のいい名前ですけど、まあ、個人事業主っていうんですかね、まあ、派遣よりももっと不安定な立場の、まあ、私なんかが やっていたウーバーの運転手とか、今やっている今コロナの関係で開店休業中の民泊 Airbnb のホストとか、犬の散歩とか通訳とか、まあ英語で言うインディペンデントコントラクターって個人事業主でいいんでしたっけね。それをもう4つも5つも掛け持ちをする、まあそういうことしてる女の、まあ、女性に限んないですけどもね、まあ Facebook とかで見るとまあもう今ねこんな時代だから、もう4つ5つ6つとかそういう仕事を掛け持ちしてるっていう、まあ私のフェイスブック上の友達はまあ当然のごとくまあ、女性ばっかり なんですけれどもね。いやー、はい、まあそういうことですよ。あ、なんか私ずいぶん後ろの方にスクロールして、あ、これ昔のウーバーマンっていう名前から、まあ、ちょっとこういうオートオークションリビルツっていうそういうチャンネル名になったんですね。そのサンディエゴでウーバーの運転を始める前に、まあ、YouTube だのまあ、ググったりやなんかでいろいろリサーチしたんですよね。そのやっぱりウーバーの運転するからにはちゃんとしっかりやりたいんで。だけどもまあウーバーっていろんな人がビデオ出してるんでね、もう、うん、これじゃあもう何ヶ月かかるか分かんないやと思ってね、それで運転も始めちゃいましたけれどもね。あ、ということで15分になりました。まあ仕事探しとかしてる方たち、まあ私もそうですけども、まあまあ疲れるでしょう、面倒でしょう、まあですけども、まあ一緒にやっていきましょう。はい、では聞いてくださった方ありがとうございました。